皆さんどうもこんにちは、その日暮らしスモです。はい、この王冠は何やって感じなんですが、こちらは、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、こちらはディズニーオンアイスのこの綿飴を買ったらこの王冠をくれるんですよ。で、私この前あのディズニーオンアイスに行ってきたので、それの購入品紹介とあとレポートもしたいなと思います。また別にそのディズニーオンアイスの当日のダイジェストみたいな動画も出そうと思ってるんですけど、まあ、この興奮冷めやらぬところでちょっと一度感想とか良かったところとかいろいろ話したいなと思って、今回まず購入品紹介からやっていこうと思います。まあ、購入品紹介って言っても、今回買ったのがこの綿飴とこの王冠なんですけど、はい、あのこの王冠は前からディズニーオンアイスの YouTube 見てて、なんかこの綿飴を買ったらこの王冠をくれるっていうのを見てたんですよ。でも値段が結構高くて、ちょっといくらか忘れたんですけど、この綿飴プラスこの王冠が結構な金額やって、またちょっと別にあの字幕で出したいと思うんですけど、なかなかディズニーオンアイスの会場で売ってたグッズって結構高いものが多かったので、無職にはちょっと辛いなって思ったんですけど、それでもちょっと買ったものがあったので、はい、まずこの王冠です。はい、これがめっちゃ欲しかったんですよ。アイニャンさんが動画かインスタかなんかで見たら、これ綿飴についてくるっていうのを見て、あ、めっちゃ欲しいって思ったんですけど、で、私これ耳が一回取れてどうしようって思ったら、なんかこの耳は着脱ができるみたいで、落ちた時は阿鼻叫喚だったんですけど、この耳は取り外しが可能でございます。まあ、こうやって YouTube の撮影に映えそうやなって思ったのもあって、今回この王冠とコットンキャンディー綿飴を買いました。まあ、昨日今日で結構しぼんじゃったんで、もう早食べろってことなんで、8月15日までに食えって書いてるので、後で食べようと思います。はい、でもう一個買ったのがこれはい、光るおもちゃ、かつ光るおもちゃなんですけど、これなんと、あれ今出てこうへん、シャボン玉も出てくるんですけど、出てこうへん、あ、出てきたはい、シャボン、ちょっとこれ以上やったら部屋がえらいこっちゃになるんで、あれなんですけど、シャボン玉が出てきます。こういうグッズはディズニーリゾートパークの方でも売ってるんですけど、私一つ欲しいやつがあったんですよ。このファンタジアのミッキーのこのシャボン玉が出てくるおもちゃがパークで売ってたんですけど、私 いつかパークで買おうって思ってたら、この前販売終了になっちゃって、行った時にほんま買えばよかったなってすごい大後悔したんですよ。で、ただいつも貧乏症かつ変なところなんですけど、パークで買ってしまうと荷物になるんですよ。私パークに行くとめちゃ買い物してしまって、まあ、もちろんアプリで今は買えグッズとか買えたりするんですけど、現地でそのスーベニアとかポップコーンバケットとかそういったものもめちゃ買う、まあ、現地でしか買えないものとかもアプリでは買えないものとかがあって、それを買ったがゆえに荷物がめっちゃ増えて、まあ舞浜から大阪に帰るのがめっちゃ荷物が増えて大変やから、今度来た時にそのファンタジアのミッキーのシャボン玉光るおもちゃ買おうって思ってたら販売中止になって、ほんまにバカやなって私思ったんですよ。ディズニーに行ったら次にないって思えっていうのが私の教訓なんですけど、まあ、今回もやらかしてしまって、そのミッキーの魔法使いのミッキーのこの光るおもちゃが欲しかったのに買えなかったんですよ。ですごい後悔してたら、このディズニーオンアイスで売ってるグッズの動画とか見てたら、この光るステッキがあるっていうのを聞いて、あ、いいやんって思ったんですよ。なんでいいかっていうと、このまずこのミッキーシェイプなところ、これはパークには売ってないんですよ。今売ってるのは多分アリエルのシャボン玉製造機と、さっき言ってたやつはもう売り切れてしまう、売り切れてもう終了しちゃったんで、もう
それやったらこっちの方がいいやって思って、はい、まあ、これ買ってめっちゃ満足してます。37歳なのにこんな王冠とかこんなもん買って、でもすごく買えて嬉しかったです。これは4500円しましたが、4500円やったけど買えてよかったなってめっちゃ思って、ほんまもうミッキーの魔法使いのミッキーのこのシャボン玉が買えなかったがほんまに悔やまれたので、もう今度は迷ったら買うをやりたいと思います。はい、でこの王冠もなんか被ってたらちっちゃいお子さんが王冠綺麗ねって言ってくれてめっちゃ嬉しかったです。なんかちっちゃい子、ちっちゃい子がちっちゃい子がほんまに多かったですね。まあ私みたいなソロで一人で来てる大人のお友達も多かったんですけど、ほんまに家族連れで来てる人もいれば、私みたいにシングルライダーもいれば、まあ、友達、まあ大人のお友達でみんなでキャッキャって3、4人とかで来てる人もいるし、結構幅広い老若男女、まあ高齢者とかはあんまいなかったかな。ほんまに子供さん家族連れがやっぱ夏休みってこともあって多かったなって感じでございました。はい、で今回私は春にもう4月ぐらいに買ってたんですけど、 S 席の7900円の席を買いました。で多分 SS 席がそのスケートリンクに一番近くて、結構キャラクターたちが来たりする結構いい席はかなりもう多分私発売されて結構早かった方なんですけど、やっぱりそこはもう売り切れてた、まあ日によると思うんですけど、結構そのキャラクターが近くに寄ってくる SS 席はまあやっぱり販売されてすぐのにやらへん買わへんとちょっと厳しいんやと思うんですけど、まあそれでも S 席でもわりかし結構近くてよく見えました。私結構昔ちっちゃい時に昔だいぶちっちゃいもう5、6歳の時にディズニーオンアイスに1回連れて行ってもらったことあったんですけど、その時は多分 A 席で一番安い席だったんですけど、そこはやっぱりかなり遠かって、まあ、私もいろいろ席いろんなその機能を見た時に、あ A 席はやっぱ遠いなって思ったし、 S 席でもわりかし見え正面ってこともあって、まあ、よく見えました。はい、まあ、席はなんか来た人順なんかのその一応チケットは S 席で取ってたんですけど、まあ、来た順にそのチケットを交換って感じやったんで、私は結構正面で見れたから良かったなって思いました。はい、レポートでまた席からの動画とか写真を載せたいなと思っています。はい、で私なんで今回そのディズニーオンアイスに行ったかっていうと、やっぱ夏にディズニーで行けないんですよ私。一回夏に2013年に行ったことがあって、まあ、その時、まあ、30周年やってたんですけど、まあ、やっぱり暑かったし、熱中症まではならなくていいよ、まあ、日陰とかこまめに休憩入れたりして、まあ、なんとか、まあ、2013年でも結構まだ暑かったけど、まあ、今よりはそこまで暑くないかなって感じだったんですけど、まあ、その時でさえ結構大変やったなっていうのを覚えてて、もう夏場にディズニーはもう行けんなって思って、やっぱり 100% 楽しみ、やっぱり関西に住んでたら 100% ディズニーを楽しみたいがゆえに季節ってめっちゃ大事なんですよ。で一番やっぱり秋冬がやっぱりいいなって思ってて、ただ秋も最近暑いので、もう冬が一番天気もわりかし、まあ、まだマシな感じもするので、私はもう行って秋か冬かなって感じになってるんですよ。なのでやっぱり夏にディズニーのエキスがなくなっていくのでどうしようって思ってたら、まあ、今回ディズニーオンアイスがあるってのを、前からディズニーオンアイスあることはしてたんですけど、まあ、せっかくやから行こうって思ったんですよね。でやっぱり大阪城公園で やったんですけど、まあ、やっぱ大阪城公園はわりかしまだ近いし、まあ、舞浜に行くことを考えたら、まあ、交通費もそんなに高くないし、まあ、かつその席もちゃんと用意されているので、まあ、チケットさえ買ってしまえば、やっぱパークで最近いいショーやパレードを見るのってものすごい難易度がいろいろ上がってるじゃないですか。それに比べたら、まあ、ネットでチケットを買ってしまえばもう当日行ってチケットを交換して、まあ、ちゃんと席に座って涼しいところで、ディズニーのショーが見れるっていうのもすごく私はいいなって思いました。はい、ではいということでございました。で今回のラインナップが、前半がリトルマーメイド、モアナ、ラプンツェル、
で後半が美女と野獣、アナ雪、ミラベルということで、結構私の好きな作品が勢ぞろいっていうこともあって、まあ、都市によってなんか公演の項目、公演内容も変わっていくみたいなので、まあ、今回すごい私が好きな作品が多かったっていうところもすごい良かったなって思いました。はい、はい、で良かったところって何回今言ってるんですけど、一応良かったところまとめてて、はい、あ、言ってるわ、はい、やっぱり涼しいところでディズニーのキャラクターたちにのショーが見れるっていうのもすごく良かったなって思いました。で動画でいろんな人の動画を見ながら、ディズニーオンアイスどんな準備したらいいかなって思って、先に行った人たちとかのレポート動画を見てたら、寒いかもっていう、結構なんか上着とか持っていたっていう方もいらっしゃって、一応私も上着とか持って行ったんですけど、まあ、私の席がそこまでスケートリンクに近くなかったってところもあると思うんですけど、意外に寒くなかったし、ちょうどいい、まあ、席によると思うんですけど、私の場合は結構ちょうどいい涼しいところでショーが見れてよかったなって思いました。で、まああともう2つあって、良かったところ2つあって、この、まあ、さっき紹介した光るおもちゃなんですけど、みんなこれを、まあ、他にもいろんな形の光るおもちゃ、まあ、パークで買ったやつとか持ってきてる人もいたし、会場で売ってるこの光るおもちゃをみんな持ってきてて、まあ、それをスケートがとアイスショーが始まったら、みんなこれを光らせて、みんな暗くなるんですけど、これを光らせてやってたのがすごく綺麗でした。はい、であとめっちゃ良かったなってところが、撮影が OK だったところです。 YouTuber 的にもすごく嬉しかったし、結構パーク、ディズニーのリゾートの方は、まあ、撮影 OK なパレードとかショーとかあるんですけど、一部はその屋内のショーって割と撮影があかんかったりするんですけど、ビッグバンドビートとかマジカルミュージックワールドとかは撮影が禁止なんですけど、今回のショーは、アイスショーは撮影して OK って言われて、でかつみんなでハッシュタグつけてねって、Twitter とかインスタとか YouTube で拡散してねって感じのスタンスをやったんで、そこはすごくめっちゃいいなって思いました。はい、で、まあ、悪かったところも一応言っとこうかなと思って、まあ、そんなになかったんですけど、まあ、はい、まあ、よく悪かったなって思ったところは、今回のショーはこの、はい、この杖に書かれてるように、ミッキー、ドナルド、ミニー、あとグーフィーが、ビッグエイトのうちの4人は出てくるんですけど、残りのデイジー、プルート、チップ、デールは出てこないので、まあ、この4人が好きな人は嬉しいと思うんですけど、デイジーちゃん推しの人とかはちょっと辛いかなって思いました。なんか年によるんかなって思ったんですけど、今年のやつは4人でした。はい、であと多分ミッキーとミニーの衣装もそのディズニーオンアイスの限定のコスチュームって書いてあって、まあ、今回すごく綺麗なお衣装着てはったし、なんかその光によってキラキラ、まあ、衣装舞台っていうかな、アイスショーならではのその光るコスチュームもすごくいいなって思いました。はい、であともう一点悪いな、まあ、悪い点を挙げさせていただくと、グッズが高いってところです。はい、こいつも4500円したし、これもわたあめちゃんも結構高かったし、で、まあ、他にも会場にいっぱいグッズ売ってたんですけど、なかなか一個一個がものすごく値段がちょっと高いなって思いました。まあ、かき氷とかも売ってたし、まあ、ドリンクとかも売ってたんですけど、まあ、それもオリジナルのなんか飲み物入れるコップっていうんですかね、かき氷ホルダーみたいなのも売ってたんですけど、なかなか結構な金額をやったんで、お父さんお母さんは大変やんなってちょっと正直思ったんですけど、子供の笑顔には変えられへんかなというのは、うん、まあ、正直パークよりもちょっとそのグッズは高いかなって思いました。であとグッズが結構その本場のアメリカのディズニーに寄ってる、まあ、舞浜とまたちゃうなとは思いました。まあ、アメリカのディズニーが好きな人は結構好きなやつが多いかなって思いました。はい、まあ、よしあしですね。はい、でやっぱりさっき言ったように、好きな結構今回演目が多かったっていうこともあって、まあ、すごく私はめっちゃ楽しめました。で終わった後にみんな、まあ、会場から出ていく時にいろんな人がみんな喋ってたのが、今年の演目すごくよく
今年今までの毎年って言ってる人かわからへんけど、今年のショーめっちゃ良かったっていう人が多かったんで、あ、今年の当たりやってんやって思ったら、まあ、すごい行って良かったなって思ったし、まあ、いろいろやっぱりメリットもデメリットもあるんですけど、まあ、私は今回すごく行けて良かったなって思いました。はい、まあ、やっぱり私関西に住んでるってこともあって、まあ、パーク舞浜に行くのはやっぱりお金も高いし、まあ、交通費もかかるし、宿泊費もかかるし、まあ、ショーとかパレードいい席で見たいかったらもう早くインパした上で、かつそのオンラインでチケット、その席取るチケットをまたインパークしたらネットつながらへんわっていうのがあって、最近ディズニーの行きたいけど行くのにめっちゃいろいろなハードルが高すぎて、もう最近はげんなりしてたんですけど、こうやって関西でもいろいろディズニーを楽しめるのってあるんやなって思ったら、すごくありがたいなって思いました。まあ、またパークに行くモチベーションにもなりましたし、この光るおもちゃも手に入れましたし、もし地震が来て停電になったらこれで光るを出そうと思いましたし、すごく行けてよかったなと思いました。やっぱりなんといってもスケートをしながらのアイスリンクでのショーってすごくいろんな、またその普通のショーとかとは違う楽しい技とか見せ方とかロープアクションとか、いろんなその氷の上ならではの演目もありましたので、とても良かったです。はい、ぜひまた行きたいなって思いました。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。